そうそう、君の体の研究も進めたいから髪の毛を一本くれる？さて今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガッキー、ユイクソガッキーと名付けてプレイしております。今回お送りするのはメインストーリーシーズン0、ゲーム内でいうところの3年前、2013年が舞台となっています。新卒新入社員の夏目春くんがこちらの教育係の光太郎さんに振り回される展開でして、麻薬取引の現場に初めて突入する真夜中の場面からお届けしていきます。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。あ、そういえば夏目は拳銃傾向の現場初めてだったな。はい、そうですね、研修で触って以来です。成績は？あんまり今この時に思い出したいスコアじゃないですね。なるほどな。まあそうだとしても発砲するような事態なんてそうそうないから安心しろ。ありがとうございます、安心しました。でも足引っ張りたくないので、あんまり重要な仕事任せないでくださいね。心配するな、俺と光太郎でちゃんとカバーする。いつき？俺も同じだ、いつき。お前の足を引っ張りたくないならしっかり働け。差別だ、いちいち文句を言うな。行くぞ。まあ、緊張感のある場面のはずなんですけどね。どうだ、リラックスした二人です。着衣どうだ？パケ2点と注射器、真っ黒ですね。分かった、それだけ確保して玄関見ててくれ。はい、了解です。うん、こっちは何も持っていなかったが、収納から大量の乾燥茶葉が出た。随分と緑の鮮やかなウーロン茶だな。そうか、大麻か。ああ、なかなか品質がいい。たく言ってる場合か、うん、自分で使うんじゃなくてカナダとかに輸出する目的とかもあったんですかね。まあ、カナダでは合法ですからね。いつきさんの言う通り、銃を撃つどころか構えるようなこともなく、突入からの一連はあっけないほどスムーズだった。本当にスムーズすぎて研修みたいだな。この分ならあと15分もすれば何事もなく終わると思っていた時だった。うわあ！夏目、ずっと部屋の奥でうずくまっていた家主の男が突然奇声を上げ、玄関を塞ぐように立っていた俺めがけて刃物を構えて突進してきた。さっき確認した時には刃物なんてどこにも。やばい、それしか考えられずに急激に視界が狭くなるのを感じながら、とっさに腰へやった手は撃つな。初めて聞く光太郎さんの大声に固まった。おい、あらせ。気がついたら目の前には樹さんの背中があった。おとなしくしてろ。あ、刃物拾わないと。床へ落ちていたのはまるでおもちゃのような果物ナイフ。こんなのに驚いて拳銃を向けようとしたとか、バカみたいだと思いながら、まだ心臓はバクバクと騒いでいた。なあ、大丈夫か？はい、ありがとうございます。光太郎、こっち手伝ってやってくれ。ああ、すいません、所持品の確認甘かったみたいで。いや、お前のミスじゃない。それよりよく踏ん張ったな、おかげで逃げられずに済んだ。踏ん張ったんじゃなくて、とっさに動けなかっただけです。さすがに情けなくて言えなかった。まあ、撃つなって言われた時は発言場で死ぬかと思いましたけどね。いや、撃つ必要がない場面だったからそう言ったまでだが、うなだれる男の両腕をまるで古本でも束ねるように縛り上げる光太郎さんは、さっき叫んだのが嘘のように平然としている。かっこいい姿だね。それに、あの距離あの角度で撃ったら最悪殺してたぞ。え？
さらりと言われた一言に一気に鳥肌が立つ。大丈夫。ああいう時は避けていい。逃げられてもイツキが追いかけて何とかする。お前な。お前も追いかけろ。イツキの方が早いだろ。たく、そういう問題じゃない。手は止めずに遠慮なく言い合ういつも通りの二人、いつも通りのやりとり。だけど俺はいつものようにはそこに乗れなかった。ホルスターが重くて仕方なかった。このホルスターの重み、銃の重みというのがこの仕事の責任の重さを表しているのでしょうか。さて、帰宅しました。疲れた。あとは自分でやらせると、いつきさんが光太郎さんを引き取ってくれたおかげで、俺は現場が一段落した後そのまま解放された。そう、元をたどるとね、光太郎さんの残務に付き合わされる流れから現場突入という流れだったんだけれども、その光太郎さんの残務は自分でやらせるということになったんだね。明日の準備して、クリーニングに出す服まとめて、シャワー。なんかもう何にもする気起きない。全部明日にしてこのまま寝てしまえ。正確じゃないことしていますけれども、そう思ってまぶたを閉じた瞬間、光太郎さんのあの言葉が蘇ってくる。最悪殺してたぞ。うまく答えられなかった質問、残ったビール、ラボでの会話、みんなにはあって俺にはないものの話、動けなかったあの瞬間。ああ。ほんと、バカみたいだな。あんまりいい一日ではなかったよね。ベッドルームのチェストの二段目、瓶に残った一回分に手をつけようか迷っていると、電話が鳴った。画面に表示された名前に、重いため息がこぼれる。ほんと、薬日、結構な深夜ですよね。はい。もしもし。ああ、ハル、起きてたんだ。はあ、何か用？用がないと弟に電話しちゃいけないのかな？刑事学科の調子はどうだい？刑事とマトリは違うって何回も言ってるんだけど、本当に興味ないんだな、この人。普通だけど。その割に声が沈んでるんじゃない？何かあったの？勘がいいね。いや、別に。あったんだ。口に出すのも嫌なくらい傷つくようなことが。さすがだね。楽しくてたまらないという声にどんどん疲れていく。分かってて言うんだから悪意がありますよね。やっぱりその仕事、春には向いてないんだろうね。まあこれは優しさで言ってるんでしょうけどね。ある程度の適性があるからマトリになった。なんとなくそれなりにはやっていけると思ってた。でもそれはそうかもね。まあ挫折とかをね、味わってこなかったんでしょうね。勘違いだったのかもしれない。3時か。修行までに一旦家に帰るならあともう少し。ピピー、手を挙げろ。え？残業を警察だ。今何時だと思ってる？そのままそっくり返すよ。こんな時間に何してるんだ？いや、相棒が今日も元気に残業してるみたいだから、帰る前の差し入れ。いつから相棒になったんだ？相棒みたいなもんでしょ。ほら、コーヒー。まあ確かにね、外務省とマトリの違いこそあれど、同い年の同期生ということでしょう。今ちょうど買おうとしてただろう。悪い。うん。ありがとうだよ。どういたしまして。どっちも自分で言うのか。じゃ。その代わりと言っちゃなんだけど、ちょっと邪魔していい？帰る前の一休み。ああ。いつも通り椅子しかないぞ。上等。
まあ距離の近さが伺えますよね。ん？ユイ君はラボの方？いや、さっき帰ったよ。今日はもう俺だけだ。あれ？思ったより早いな。隠してた書類の処理もう全部終わったんだ。うん、夏目が途中まで手伝っていて、半分以上は終わらせてくれていたみたいだ。なるほど、本当に頼れる新人だね。まあそういうことなら、ゆいくんの分は俺がいただきますと。よし、乾杯。お疲れ。深夜のカフェインは脳に染みるわ。帰って寝るだけなのに、そんなもの染みさせて大丈夫か？なんの、こんな量焼け石に水ですよ。今すんごい眠いからね。なんなら飲みながら寝そう。車通勤だからね、帰り気をつけてねってところでしょう。こぼすなよ。心配そこ、冷たいね、もう。え？その後どう？ん？何かだ。夏目くん、少しは心開いてくれた？わからないけど、多分まだまだだと思う。いやー、ガード硬いね。かに馴染めてないというわけじゃないし、業務には何の問題もない。むしろ本当にできすぎなくらいよくやってくれてるんだけど。でもなんか引っかかるんだろ。俺も同じだよ。まあこうやってね、渡部さんは外務省の人だからこそ客観視してくれる重要な相談役ですよね。それでたまたま今日軽く飲もうと誘ったんだよ。ほら、この間行ったおでんの。ああ、あの店ね。どうだった？まあほとんど何でもない話しかしてないんだけど、どんな仕事がしたいか、どんなマトリになりたいかって質問で戸惑わせてしまった。え？具体的にはなんて？考えたことがないって。そっか。なるほどね。ああ、仕事のこともそれ以外も割と何でもスッと答える印象があったから、ちょっと驚いたんだけど、その後の様子も含めて多分聞かれたい質問じゃなかったんだと思う。自分は熱意や目標でこの仕事選んだわけじゃないとも言っていた。正規みたいなこと言って。うん、だから俺も同じだって伝えたんだけど、気を使ったと思われて逆に気を使わせた気がするよ。いや、気を使わせたっていうか、ただ夏目くんがちょっと空回ったんじゃないの。ああいう頭のいい子は整えてない言葉を不意にこぼしちゃった時動揺するからな。まあ確かにこういうのはありがちかもね。若いね。ああ、そういうところかもしれませんね。まあまだまだ新入社員ですからね。そうかな。席。またつまんないこと考えてるだろ。え？何してるんだろうな、俺の顔になってるな。あ、時々それ言うけど、どんな顔だ。まあ確かにこういう側面は夏目くんにもあるから共通するということなんでしょうね。だから本当に一緒なのかもしれませんね。だからそういう顔だって。席はさ、マトリになったことも課長になったこともこれで良かったのかなって未だにちょっと思ってるとこない？それは、うん、いいんだよ、なっちゃったんだから。俺はそう思うけどね。まあなるようになるってやつですよね。まあというか、どう考えても席じゃなかったらここまでやれてないと思うし、だってお前陰で自分がなんて呼ばれてるか知ってる？サイボーグだよ。休まない、怒らない、失敗しない人間じゃないって。でもマトリは落ち度があったという言い訳の通らない仕事だから。それ部長に言われたんだっけ？ああ、迷うたびに思い出す。あの人がいなくなったら麻薬取締部は少なからず変わると思うよ。そっか、今期いっぱいで引退なんだってな。となると後に入社してくるヒロインとは会うことはない存在ということでしょうね。まだまだやれるだろうし、
必要とされてるだろうに。うん。本人の意思だそうだ。だから部長に安心して離れてもらうためにも、その日までにこの課が受け負った仕事に少しでも進展があるといいんだけど、部下の鏡ですね。はぁ、いっそ本当に失敗しないサイボーグならよかったな。まあでもね、これからは逆に人間味が求められる時代だと思いますけどね。部下に甘えて無理させてばかりで、考えていることもきちんと組んでやれない。うまくいかないことばかりでため息が出る。やれやれ。ああ、仕方ないな。特別だぞ。ん？なんだ急に。ねえ、失敗したことはもう起きてしまった事実で取り返しはつかない。これを成長する機会にするか、成長しない言い訳にするかはこれからの自分次第だよ、関。え？うん。これはへこんだ時に思い出してる俺のとっておきなんだけど、ちょっと貸してやろう。まあ、よっぽどね、落ち込んでいるように見えたからこそ出しているんでしょうね。なあ、それ誰の言葉なんだ？いや、それはいくら席でも言えないな。そう、これはね、後にヒロインから言われたことだと明らかになるんですけども、これがヒロインから言われたことだって気づくのもシーズン3まで行ってようやくの話だったんですよね。なんだそれは。俺は宝物は見せびらかさずにしまっておきたい派なの。な、というか実は俺もどこの誰かは知らないんだな、これが。まあでも渡部さん側からはね、もう出会った時に気づくんですけど、それを言わないっていうところが渡部さんの凄さなんですよね。もしまたどこかで会えたら俺言いたいなと思ってるとこ。そうか。そう。取り返しのつかない出来事を成長の機会にするか、しない言い訳にするかは自分次第か。じゃあ、ありがたく借りておく。どうぞ。なあ、また会えるといいな、その人に。うん、そうだな。でもまずはそっちだろ。こっち大丈夫、関たちならやれるよ。守るべき人がいるなら必ず見つけられるし、手遅れになる前にちゃんとその手をつかめる。お前たちの仕事をそばで見てる俺が保証する。うん、まあこれがね、ヒロインのことを指しているんだから深いですよね。ヒロインの身柄を守ろうとしているってところで共通してるんですよね。だから結局同じ人を追いかけてる話なんですよね、これは。ね、青山くんの件ももうすぐ肩がつくんだろ。この件はまた別件でね、青山商事が出した失敗薬の回収、麻薬の回収っていうのをやってるんだけど、もうすぐ肩がつく場面なんだね。頑張れ課長。そこは相棒じゃないのか。何、意外と気に入ってんの。コーヒー飲み終わったならそろそろ帰れ。あ、冷た。俺はもう少し頑張るから。うん、いいえ、どういたしまして。まだ何も言ってないだろう。俺は仕事の早い男なの。じゃ帰るわ。おしゃれな言い方。頑張りすぎて風邪ひくなよ、相棒。いやー、おしゃれな捨て台詞ですね。ありがとう。こんなとこで潰れるなよ、関。お互い先はまだまだ長いんだから。向いていなくたって仕事はこなせる。そうやってまたしばらくが過ぎた。まあね、こういう効率重視の考え方っていうのも、この世代のこの時代の子にとっては普通の考え方、主流の考え方っていうね、気がいたしますね。そんなある日のことだった。まあやり過ごすっていう考え方ですよね。しゅんさん、もうお昼ですか？ええ、少し時間があるので食べに出ようかと。俺この間のカフェ行こうかなと思ってるんですけど。あのパスタの？ではご一緒しても？助かります。あそこ
ちょっと一人で入りづらいんで。確かにそうかもしれませんね。それじゃあ霧のいいところで声をかけてください。うん、この二人でのランチって珍しい組み合わせな気がいたしますね。はい、大丈夫です。今ちょうど夏目、すまない、休憩を取る前にちょっといいか。はい。相談窓口の方に届いた新規の案件なんだが、これを夏目に担当してもらいたいんだ。俺が担当ですか？ああ。だいぶ仕事にも慣れてきたようだし、そろそろ大丈夫かなと思って。もちろんフォローはするから、引き受けてくれるか？はい。やれそうなことなら、まあ、こういう回答の仕方も若さが出ていますよね。え？ペラ1の概要資料、相談内容の欄に手短にまとめられていた一文に、一瞬息が止まった。何が書かれていたんでしょうね。それで相談者は20代の女性。自分の弟が薬物に依存しているかもしれないとのことだ。夏目？あ、はい。なあ、どうかしたか？いえ、何でも。わかりました。うん、自分と重なる部分があったんでしょうね。まあ、夏目くんの場合は市販薬の設定だったはずですけども、まあ、この相談役のねところは、まあ多分ね、違法薬物に関してだと思いますけどね。まあ、さっきのお姉さんからの電話っていうのもちゃんと意味のある描写なんですね。引き出しの2段目、夢にまで出てくる茶色の瓶がちらつく。錠剤が乳鉢に落ちる乾いた音を思い出した瞬間、するはずのない薬品の匂いが鼻の奥を鈍く刺した。身内だとしても言うべきことだからこそ退いちゃいけないところ、家族だからなんて雑な言葉で片付ける気はないけど、同じ環境に生まれ育った近しい人間にしかできないことはあると思う。ただそれをするかしないかは個人の自由だ。まあこれは難しいですよね。違う生命体という意味では他人なんでしょうけども、まあ家族ともなれば血縁関係があるわけですから、まあ同じ環境でね、育ってきたとかもあればね、ご兄弟とかだとね、まあそういう意味では分かり合える部分っていうのはあるでしょうし、ただそれをするかしないかは個人の自由ということですよね。春はもう開発には関わらなくていいよ。ああ、これはね、夏八製薬のご子息としての兄弟を描いているんでしょうね。え？でも、まだあの薬の問題点は。うん、だからさ、問題点を解決する側が問題抱えてちゃダメだよねって話。うん、これは夏目くんが市販薬の依存症であることが関係しているんですかね。頑張って、それ、直してね。治るものなら、だけど。ご家族問題が入ってきてますね。たとえ家族でも。寄り添うことは、義務じゃないんだから。この距離感は難しいかもしれませんね。積載編、まとり後編に入っていきます。そして、場面は変わりまして、こちらはカフェですね。今おじさんとのランチ会でしょうか。ただね、区切りもいいので、今回はここまでにしておきましょうか。積載編のまとり前編を振り返ってみると、夏目くんが大学を卒業して、新卒でまとりの捜査企画課に配属されて、ただでさえ2013年なんて就職氷河期の真っただ中だったのに、そんな中で1年も浪人せず、しかもこのエリート集団の中にいるわけですから、そもそもがめちゃくちゃ優秀なんですよね。でもそんな何でも器用にこなしてきた彼でも社会に出て壁にぶつかっていく、そんなストーリーでしたね。学生時代は当然ながら学ぶ力、つまりインプットする力が評価されるわけで、ただこれは自分の中で自分を高めることが重視されるんですよね。そしてそんな要素ばかりが求められがちなんです。でも仕事となると、ましてや学生時代のバイトのような副業ではなく
本業ともなると、仕事は相手や仲間があってこそのものだということに気づかされるんですよね。自分がこれまでいっぱいいっぱいインプットしてきたことを、今度はインプットだけではなくアウトプットもしていかなくちゃいけない。こればかりは経験値を積み上げるしかないからね。こんな優秀な夏目くんでもそうなんだと共感する部分があります。このあたりをきっとこの今王子さんとのランチ会で相談されそうな気もいたしますが、今王子さんはどんなアプローチをしてくれるのか注目ですね。私も僭越ながら経験を交えて実況していければなと思っております。さて、長々と喋ってしまいましたが、こんな感じで男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトで今後もやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。